中村選手の可愛いなこいつと思う場所はどこですか。中村選手のここがすごいぞって思うところはどこですか。ケイタの可愛いところは、ケイタの時に質問したのと一緒で、金井くんがちょっと無茶振りする時があるんですけど、その時にちょっと恥ずかしがるとか。いやいや、そんなことないだろ。たまにちょっとこう答えられない時、その時はめっちゃ可愛いです。まあまあまあ、はず。でケイタのすごいところは、オンとオフの切り替えがすごくて、やっぱ練習になるとすごい入り込むし、やっぱもあんまり一緒にやったことなかったから一緒にやってみて、やっぱドリブル上手いし、なんかその技術のところがすごいって思ったのは、一緒にやって衝撃だった。同い年だとは思えなかったっていうのがすごい、鳥肌立つぐらいすごかったっていうのがありましたね。自信つくね。はず。